Go to the top ジャムボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、はい JO1 エピソード28サンタ育成最終試験卒業発表編、こちらをですね皆さんと一緒に見ていきたいと思います。鶴さんのラモネボーカルルーム。さあ前回に引き続きサンタ育成試験で、今回がですね卒業ということで、どのような内容なのか非常に楽しみです。今回リアクションする動画まだ見ていない方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして鶴さん現在ダイエット企画中でございます。その名も100日後に JO1 佐藤圭吾さんに俺はなるということでですね、体脂肪率 3% を目指して10月の中旬ぐらいまでにですね、目標達成できるかできないのかという模様をショート動画で毎日投稿しておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな JO1 と INI の魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速、はい JO1 エピソード28見ていきたいと思います。こうね、陽気な感じがいいですよね、イントロのね。はい JO1。 はい、よし大丈夫だ。あ、ケゴさん体調不良なんだって。大丈夫かな。あ、これね。お、そっか、ちっちゃいとかあんのか。これね、割と危険ですよ。あ、リレーだったっけか。そっかそっか。お、はやはや、ブースターオン。はやはや、早すぎて見えない。トナカイ遠いですし。これはきついですよ。難しいのか、しかも遅い。確かにペッパードライバー。おやおや、わあ。そうね、そうね。お、なんか違う。ウィズレインボー決まった。超飛んだぞ今スカイさん。やば。やば。すごいね。あ、今のがね、アンカーだったわけね。すごいね、あのジャンプ力。すごいね、あのジャンプ力。スカイゴー。確かにね。そうだね。あ、10ポイント。お、スカイさんが30星。3時間目は煙突通過能力テスト。煙突通過能力テスト。煙突を通過し、靴下にプレゼントをどれだけ早く入れるかが最後試験になります。なるほどね、はい、ああそういうパターン。
1対1で先にやられたジュニアさんと、はい、こちらのおおレッドボックスの中にくじが入ってますので、はい、それを引いて同じ番号同士で対決します。なるほど、はい、1、1だったらここが戦う、はい、名前なるね。で2、2だったらここが戦う、はい、びっくりした今、はい、すげえめっちゃわかりやすい。一番の人、はい、おお勝った、勝った早い、はい、こっちも勝ったよ。勝ったる勝ったる、こっちも勝ったよ。こいつらがついてる、こいつらがレインボートナカイ、名前になるけど、名前はこいつ、こいつレインボー決まったです。レインボー決まった、はい、はい、続いて2番の方、はい、はい、2番です、はい、これはもう豆の勝ちやな、なんでやなんでやねん、ナイスツッコミ、分からせてやります。次3番、はい、はい、おお、これも匠の勝ちやな、そうですね、そうですね、バカ家、バカ家、バカ家が4番、はい、鶴房与那城、はい、重量級対決、5番、白岩は近所ということで、王子対決、王子対決、王子対決、なるほどね、王子王子たち。それでは1番を引いたジュニアサンタ、前前前前前、もうね、サンタに一番近い男ですから、ね、なるほどね、なるほどね、王子のヒゲも細かいもんね、確かに。煙突通過能力テスト第1回戦目、よーいスタート、スタート、早い早い、トナカイのね重さを使った回転かな、早い早い、姉さん早い、おい、うわー、やばい、あープレゼント落とし、いや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 、詳しいね、レインボー決まった、レインボー決まった、ざわざわ、ちょっと元気ないみたい、モザイク、ちょっと一回見ないということで、レンの勝利でございます。早かったね、レンさんね、バンが早かったんだけど、早すぎるわ、いやぐるぐるまでは調子良かったと思うんですけどね、めっちゃ早い。2回戦目いきましょう、どっち、よーい、スタート、やっぱり最初の、おいぐらついたね、手ぶら、あ、やっちゃった、あ、いや、かかった、豆量、豆魚、これ戻るの一番難しい、確かに豆、戻るの一番難しい、戻るのすげえ、まさかのそっか、ミスが致命的ですね、これは。出た、出た、絶対。本当だ。絶対出た。ルール分かってない。ルール分かってない。しゃあ。勝者は大平翔征。まさかのアクシデントがありました。そうだね、アクシデントがありましたね。アクシデントありましたが、これもね、勝負でございますから。サンタにあるまじき行動ですね。確かに。それでは3組目いきましょう、はい、はい、お、川西河野ですね、あ、なんかついてる、彼には守護神いますから、はい、頑張ってください、これで、おお、あ、すごい、ほんまに重機くんにはついてます、はい、それではいきます、3回戦目、ガチで待ってや、ちゃんとちゃんとスタート、安全だ、そうね、そうね、逆だったね、5回も回ってないぞ、あいつ4回しか回ってないぞ、にしても遅いな、早い早い、匠さん早い、余裕、トンネル、煙突壊してる、煙突もぶち壊していきました、ね、わ、本当だ、ほんまにやばい、ほんまにやばい、高いシーンやばい、それでは4組目、はい、はい、この2人です、はい、お、重量級、重量級対決、重量級ってどういうことだろう、はい、あ、ブラブラ、
はい、あ、そういうこと。煙突通過能力テスト、よーい、スタート。早い早い、ちょっちゃん早い、おう、おう、おう、早い、おう、リーダー、リーダー、リーダー、早い早い、やっぱほふく前進詳しいからうまいんかな。ちょっと大変だね。これやばい。あ、そうだね、そうだね。しばしってるよ。お疲れ様でした。そっか、回転に弱いのか。勝利。これ赤字。早かったな。シオン早かった。そうそう、つーちゃん早かった。第5回戦目。誰？ああ、王子対決ね。この男だ。行ってこい。王子対決。ラストでございますよ。なんかそういう服みたいな。サンタ必須能力テスト中。かわいい。さあ王子対決です。王子対決。王子対決。西の王子と東の王子。うわ。うわ。ペスペス。チュウ。チュウ。チュウ。クバ。チュウ。そうだね。最終対決いきたいと思います。ジャムの皆さんが喜んじゃう。はい、めっちゃ、おお、はや、はや、王子、王子、もうね、もうこの段階でもやばい状態やって、スカイさん、はや、はや、はや、折れないルキの心。わあ、頑張れ頑張れ。おい。あ、いいね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 。素晴らしい。気づいたら手が。あそこから帰るのね。プロ意識の高いサンタがいる。プロ意識が高い。ちゃんとね。帰りまで。帰りましょう。そうだね。入ったところから出ないと。いや素晴らしい。素晴らしい。素晴らしかった。ということですね。これで全ての試験が終了しました。うんうん、終わりました。いや素晴らしい。そうか、サンタになれる人になれない人がいるのかな。サンタになるのは誰なのか、はい、結果発表に参りたいと思います。あ、得点が一番高い人がサンタになれるのかな。スカイさんもぶっちぎりでもないのか。スカイさん、あ、なるほどね。何点以上がとかそういう感じなのか。ゼハハハ、ワンピースだね。成績で立派なサンタになりました。おめでとうございます。勉強不足でサンタになれなかったあの3人には誰楽しい罰があります。はい、おお、罰。それは来年の試験まで人間クリスマスツリーに。やば、来年3人入りなさい。これはちょっとね、怖いね。そうだね。うわー、こんにちは。ムッキムキスリー。まだよ、見て分かる通り、まだちょっとクリスマスツリーとしては寂しいですよね。はい。なのでね、こちらに装飾を用意しました。おお。なのでね、これを使って、まあ、人間クリスマスツリーといっても、素敵な人間クリスマスツリーにみんなでしていきましょうよ。はい、いいですね。はい。おしゃれにしてね。頼むよ。おしゃれにしてね。この上腕二頭筋って、ここの上腕二頭筋筋肉やばいね。ちょっと話していただいて。リーダー、筋肉もリーダーだな。かわいいね。シャヤ、ほんとだ、鼻にハートアタック強い。サンタになれたけど、はい、次のクリスマスはどんな風に過ごすんだい。サンタさんになったからにはね、いろんなプレゼントをみんなに渡しに行くんだ。遊んでられん。これ違う、いたずらっ子。あ、似合うね。ポテトサラダを食べるんだ、僕は。なんで、なんで。僕は毎年キーやってました。お、
確かにそんな感じする。いいじゃねえか。ちょうどいいじゃねえか。貴様にあげよう。なんかまあ今はサンタに慣れてクリスマスプレゼントを渡す側になったけど、うん、子供の頃仙台のサンタからクリスマスプレゼントもらってたんじゃない？みんなもらってました。なんか思い出に残ってるクリスマスプレゼントとかありますか？イエス、お父さんと買いに行った。お父さんと買いに行った。あ、それお父さんやないよ。もうサンタさんからね、もらったとかじゃないね。クリスマスと誕生日一緒にされた。あー割と離れてんのにな。手紙を渡したんですよ。おお、そしたらお父さんの車の中に入ってました。残念。はい、あかんて。あかんて。あの、そうだね、お菓子を、うん、あの置いてたんですよ、枕元に。うん、じゃあ夜もぐもぐ聞こえました。で、あ、朝起きたらカープになってました。ポテチが。食ってるじゃないですか、ポテチが。サンタさんが。サンタさんが食べてくれた。クリスマスミステリー。人間クリスマスツリーの3人はまた来年やな。うん、来年頑張ってください。でもね、意外とね、クリスマスツリーってしっくりきてんだよね。なんか俺昔からキーだった気がする。来年もクリスマスツリー目指して頑張ろう。いや、だいぶ仕上がってきたんじゃない？ほら、かわいい。お、完了。ビフォー。確かにね、寂しいね。ああ、装飾あるとやっぱ華やかですね。 HR 指輪飾りに可愛さ赤、銀色の星がポイント。筋肉についてる。腕って言え。筋肉って言うな。僕たちのツリーが完成しました。皆さん、今日の試験はどうでしたか？ツリーの皆さんどうでした？ツリーの皆さんどうでしたか？いや、本当にね、罰ゲームって言いながらこう皆さんにおしゃれにしてもらえて本当に嬉しいです。あの、これからも頑張ります。よろしくお願いします。やっぱこの試験を通して僕はやっぱりツリーが似合ってるんだなって改めて実感しました。ありがとうございます。あんまそこ実感しなくて大丈夫です。ありがとうございます。いや、もう非常にありがたい経験でした。ありがとうございます。はい、これから一人前のサンタになって全世界の子供たちが幸せになるように頑張ります。頑張ります。はい、せーの、ハッピーメリークリスマス。メリークリスマス。ツリー妖怪で襲撃。そっか、これは年末にやってたやつだったんだな。はい、JO1 エピソード28見ていきました。いや、今回の対決も面白かったですね。で、最終的にね、ツリーになった。特にね、リーダーの筋肉がやばすぎる。超ムキムキですね。なんか僕も最近ね、ちょっとね、今鍛えてはいるんですけど、なんか そんなでも、なんかリーダーの筋肉に比べるとなんかお子ちゃまですよね。これがね、再来月にはもっと絞れて、筋肉がね、こうムキムキのかっこいい腕になると思いますんでね、皆さん、楽しみにしててくださいね。ダイエット企画の方も、先々週だったかな、熱中症になってからね、もう熱中症になるのは怖くて、もう必要以上にご飯食べちゃったりしてたんですけど、最近ようやくね、熱中症の怖さがですね、ちょっと薄れてきて、また食事をね、減量モードにしましたので、これから体重落ちていくと思いますので、ショート動画、もう一回言いますけど、ぜひチェックしてくださいね。それでは今回の動画はこの辺で終わりにします。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。